踊る大捜査線の映画シリーズの累計興行収入が500億円を突破したことを配給の東宝が7日発表した。上映中の室井慎次敗れざる者も観客動員数百万人を突破するヒットとなっている。1997年1月期にフジテレビ系で放送された織田裕二主演の連続ドラマ踊る大捜査線。それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした。翌98年に踊る大捜査線ザ・ムービーが公開され、興行収入100億円超え101億円の超大ヒットを記録。日本映画に新しいビジネスモデルとエンタメの可能性を示した作品として現在でも高く評価されている。